翔くんの金髪さらすと、伝説再び。CDTV ライブライブ、稲妻と共に衝撃が走った夜。CDTV ライブライブの夜、視聴者たちは胸を高鳴らせ、テレビ画面に釘付け気になった。翔くん、岸くん、そして神宮寺くんがステージに立つ瞬間を待ちながら、ファンたちはソーシャルメディアで興奮を共有し合っていた。その夜、ナンバーアンダーライン愛が披露したのは、 ただのパフォーマンスではなく、ファンにとっては待ち望んでいた奇跡の瞬間だった。特に平野翔の前髪が下ろされた姿が公開されるというサプライズは、ファンの心を一瞬にして奪った。金髪のサラサラした前髪が顔に優しくかかり、彼の可愛らしさと大人びた魅力が同時に引き立っていた。まさに天使のような姿で、ファンは歓声を上げ、ツイッターには瞬く間に、ハッシュタグ章君前髪や、 ハッシュタグサラストのトレンドが溢れた。平野翔の前髪の復活は、ただのビジュアルの変化ではなく、多くのファンにとって感動的な出来事だった。彼の長いキャリアの中で、サラストヘアはファンにとって象徴的なスタイルの一つであり、その姿をもう一度目にすることができたのは、まるで過去の懐かしい思い出が蘇ったかのようだった。その夜のテレビ放送をリアルタイムで見たファンたちは、歓喜とともに涙を流し、 感情を共有し合ったくんの前髪、もう二度とテレビで見れないと思っていたから、本当に感動した前髪があるだけで、翔君くんの顔が一回り小さく見えるといった声が飛び交い、その魅力に圧倒された人々は次々にコメントを残していった。翔君くんの前髪、この一言が、私の心を突き刺し、瞬く間に私のタイムラインを、「ハッシュタグくんさらす」との嵐に変えてしまった。あの日、 CDTV ライブライブでナンバーアンダーラインアイが披露した INZM はもはや音楽パフォーマンスを超え神聖なる儀式と化していたそれは翔くんの金髪サラストが稲妻と共に降臨した奇跡の夜だった待ち焦がれていたナンバーアンダーラインアイのフルパフォーマンスその興奮と期待に胸が高鳴る中画面に映し出されたのは予想をはるかに超えた衝撃的な姿だった そこにいたのは、あのカリスマ性あふれるステージングで魅了する翔くんではなく、天使のような柔らかな金髪をさらさらとなびかせ、前髪を下ろした、まるで別人のような紫輝くんだ。え、翔くん、前髪下ろしてる。私の脳みそは一瞬停止した。記憶を遡る。翔くんの金髪サラストといえば、あの伝説の、シンデレラガールの MV を思い出す。あの頃の翔くんは、 まさに王子様そのもの。金髪サラストに、鋭い眼差し、そして力強いダンス。あの圧倒的な存在感に、私は完全に心を奪われた。しかし、それから時が流れ、翔くんの髪型は、さまざまな変化を遂げてきた。単髪になったり、前髪を上げたり、時には個性的なヘアスタイルに挑戦したり。それでも、あの頃の金髪サラストの記憶は、 私の心の心奥底に深く刻み込まれていた。そして、再び目の前に現れた金髪サラストの将軍。それは、まるで時が止まったかのような、懐かしい感動。あの頃の王子様は、より一層輝きを増し、大人になった魅力を漂わせている。サラストの INZM は伝説だろ、そうつぶやく私の心の奥底には、あの伝説の MV の記憶がよみがえり、喜びと興奮が渦巻いていた。 しかし、この喜びの背後には、ファンたちが抱く複雑な感情もあった。翔くんがこれまでのイメージから少しずつ成長し、大人びた姿を見せている一方で、ファンたちは彼の過去の翔くんにも強い愛着を抱いていた。そのため、彼のビジュアルの変化は、彼らにとって過去の自分たちと向き合う瞬間でもあった。翔くんのサラストヘアは、まるで過去の自分を振り返り、 再び立ち戻るかのようなノスタルジアを感じさせる要素があったのだ。その夜、雷鳴とともに翔軍のパフォーマンスが始まると、まるで天が彼を祝福しているかのようだった。稲妻が都内の空を切り裂き、観客たちはその圧倒的な力に心を奪われた。やっぱり翔軍は不可を呼び込んでしまうのね、といったコメントが飛び交い、自然現象さえも彼のステージを盛り上げる一部のように感じられた。パフォーマンス中、 翔くんは優雅なサラストヘアをなびかせながら、強烈なビジュアルと柔らかさを同時に表現し、観客の心を引き込んだ。彼の動きは雷のように鋭く、同時に風のようにしなやかで、その二面性が彼の魅力を一層際立たせていた。ステージが終わった後も、ファンたちの興奮は冷めることなく、SNS 上では、翔くんサラスト INZM という言葉が飛び交った。 多くの人がその瞬間を繰り返し思い返し、心の中で何度もリプレイした。もう言葉にできない感動の嵐、涙が出ました。ありがとう、翔くんといったコメントが次々に投稿され、ファン同士でその喜びを共有する場が広がっていった。その感動は、ただ単に彼の外見やパフォーマンスの魅力にとどまらず、ファンが彼に対して抱く深い愛情と絆の証でもあった。しかし、この夜の裏には、 もう一つの興味深いいテーマが隠れていたそれは平野翔やナンバーアンダーラインアイのビジュアルやパフォーマンスが現代のエンターテインメント界においてどのように消費され理解されているのかという問題だ。彼らの外見的な変化や髪型の微細な違いすらがファンたちの間で大きな話題となるのはまさに現代のアイドルカルチャーを象徴しているといえる。特に SNS の普及により ファンたちはリアルタイムでその変化に反応し、共有し合うことができるようになった。この即時性と拡散力は、アイドルたちにとって一つのプレッシャーでもあり、同時に彼らの人気を保つための重要な要素となっている。また、平野翔の前髪問題に限らず、ファンたちが彼らのビジュアルに対してこれほどまでに敏感であることは、現代の美意識や自己表現の変化とも関係している。 外見の変化がこれほど大きな意味を持つのは、彼らがファンにとって単なるアイドルではなく、一種の理想像や投影対象として機能しているからだ。彼らの髪型やファッションは、ファンたちの心の中で美の基準を形作り、そのスタイルを模倣しようとする動きさえ生まれている。こうした現象は、特に若年層において顕著であり、ファッションやビジュアルカルチャーがアイドルの影響力の一部として捉えられていることを示している。 その一方で、ビジュアルの変化やパフォーマンスの内容に対するファンの反応は、単に彼らの外見に対する評価だけでなく、彼らが提供する、体験に対する評価でもあると言える。例えば、サラストヘアや前髪の復活は、ファンにとってはただの外見的な変化にとどまらず、過去の思い出や感情を呼び起こすトリガーとなり、その体験がより深く、感動的なものへと昇華されるのだ。こうして見ていくと、 ショー君やナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超えた、体験の共有の場として機能していることがわかる。彼らのステージやビジュアルの変化は、ファンたちの記憶や感情と密接に結びついており、そのため一つの髪型や衣装の変化がこれほど大きな話題になるのだ。こうした現象は、現代のデジタル時代におけるエンターテインメントの消費の在り方を象徴しており、ファンたちはその一瞬一瞬を共有し、 楽ししみ再解釈し続けているまたこの現象は現代のエンターテインメント界における一体感や共感の重要性をも示している。アイドルやアーティストは単なるパフォーマーとしてだけでなくファンたちの感情や思い出を共有する存在として機能しておりその関係性が彼らの人気を支えている。ファンたちは彼らの一瞬一瞬の変化に反応し その変化を通じて自分たちの感情や体験を再確認しているのだ。